おはようございます。宇都宮キリスト教研究所の阿部です。今朝もご一緒に聖書を学んでまいりましょう。今朝は旧約聖書詩編第14編です。ご一緒に朗読書をしてまいりましょう。 詩篇第十四篇。指識者のためにダビデによる」「愚か者は心の中で神はいないという彼らは腐っていて忌まわしいことを言う善を行う者はいない主は天から人の子らを見下ろされた悟る者神を求める者がいるかどうかとすべての者が離れていき誰も彼も無用の者となった。 善を行う者はいない。誰一人いない。不法を行う者は皆知らないのか。彼らは私の民を喰らいながらパンを食べ、主を呼び求めない。見を彼らは大いに恐れた。神は正しい一族と共におられるからだ。お前たちは苦しむ者の計画を踏みにじろうとするだろう。しかし主が彼の酒どころである。 ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように主が見た身を元通りにされる時ヤコブは楽しめイスラエルは喜べ、まあ、今朝の詩篇第14編ですね、えーまあ、イスラエルの黄金時代ですねダビデ、えー 法によってまあ,記された詩編まあその時の歴史的なまあ背景状況ということが一つありますしまたこの内容からいきましてですねえローマ書二章でまあ人間論罪論に関するまあ引用に用いられているまあ紙幣でもあります。でまあ今朝、まあ あのどこには焦点を当てるのかということでですね一週間いろいろ、まあ、模索しておりましてですね、えー、最後の説の「主が見た目を元通りにされる時ヤコブは楽しめイスラエルは喜べ」ですね、まあ、この箇所に注目しですね「神の目的におけるイスラエルの位置その過去現在未来」ということでね、えー、少し 学んでで、いいきたいと思いますで毎朝早朝に、まあ、庭を散策して、まあ、バラの手入れ、えー、なんかしてるわけですけどもまあ黒ずんだ葉や咲き終わった花ですね、えー、風通しのための枝の剪定とかあ病気や防虫の薬の散布等ですね、えー、いろいろまあ必要なあ作業がありますけども。 本当にこの、バラの花の手入れのようにですね、えーま、昨今の日本の、ま、状況といいますか、諸教会、初心学校に、ま、見られるこの、ま、イスラエル理解についてですね、ま、やはりここ、箇所から少しお話し、えー、するようにと導かれているということですね。 私たちはまあ現在、旧約聖書の詩編をまあずっとこう、傾聴しておるわけですけれども、ここで問題となるのはですね、旧約聖書におけるイスラエルに関する記述を、新約聖書に生きるクリスチャンである私たちは、どのように解釈し、どのように適用していけばよいのかという、そういう問題があります。このイスラエルという言葉はですね、 四つの、まあ、あの、別個の意味を持っておりですね。まあ、第一にそれはヤコブを意味し、第二にそれはユダヤ民族を意味し、第三にそれはクリスチャンを意味し、第四に国家としての、ま、イスラエルを、ま、意味しているわけです。私たちが、この神様の目的におけるイスラエルの位置というものを問うときに、 それらの4つの意味のうちのどれに言及しているのかをですね、確認していくことが非常に大切なわけですね。この問いに答える最良の道はですね、聖書があのしているように私たちもそうするというやり方ですね。とすれば、この第2の意味ですね、このユダヤ民族を意味するということと、第3の意味ですね、クリスチャンを意味するという。 この2点に集中することですね。そして、時間軸から過去、現在、未来についてですね、深くこう、試作するということですね。こういうこの手順が大事と。まず最初に、この第一にイスラエルの過去を見ていきたいと思います。旧約時代のイスラエルはですね、神の先民であり、 契約の民でありましたアブラハムになされ後にイサクとヤクブに対して神様が契約された約束がまあ更新されていきましたそれは私はあなたの神あなたは私の民であるということでありました約400年間エジプトで奴隷であった期間神はその契約を 忘れてしまわれたかのように思われましたがイスラエル人はこの朗役にうめきえわめきましたカイダの朗役の叫びは神に届いたのです神はカイダの嘆きを聞かれアブラハムイサクヤコブとの契約を思い起こされました神はイスラエル人をご覧になりました見心に止められましたと いう言葉を読みます結果的に神様は彼の民を救い出されそして3ヶ月後神やイ内山で彼らに語って言われました今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るならばあなた方は全ての国々の民の中にあって私の宝となる全世界は私のものであるから あなた方は私にとって祭子の王国、聖なる国民になるとイスラエルの民はそれらの約束その契約を決して忘れませんでした。旧約聖書は神が彼らを召し選ばれたこと神が彼らに哀れみを持たれ厳粛でありつつ恵み深い契約に入れられたことを 驚異の目をもって見つめる表現で溢れています。それから聖書の他の箇所は同じ形でイスラエルの独特さを断言する言及を追加しています。イスラエルの部類の特権意識は旧約聖書の隅々に浸透しています。では新約聖書においてはどうでしょうか。 でパウロはイスラエルの民を区別している8つの特権のリストをローマ書9章4節5節で提示しています。私たちの時代において反ユダヤ主義的なものは取り除かなければなりません。ヨーロッパの歴史においてはこのナチスの残虐行為を含みすさまじい習文が存在します。 そして、キリスト教会すらそれらに巻き込まれてきました。クリスチャンはイスラエルの民が大いに神から愛国を受けてきたことを認める意味において、真イスラエル的であるべきでしょう。パウロが書いているように、私たち、違法人は彼らに負い目を負っている存在です。私たちはイスラエルの民に対して、 特に聖書とキリストの二つの世界の遺産において莫大な負債を負っているものです第二にこのイスラエルの現在を見てまいりましょう「新約聖書」の視点から今日イスラエルとは誰を指すのでしょうかその答えは「新約聖書」の読み手となった人々のほとんどを 非常に驚かせたものであり今日でもなお多くの読者を驚かせ続けているものですそれは真のイスラエルとはユダヤ人でもイスラエル国家でもなくメシアたるイエスを信じる人々を指しています私たちはこのテーマをすでに旧約聖書の中にたどることができますというのは旧約聖書においてすでに アブラハムイサクヤコブからの肉体的な子孫であるだけで十分なものとは見なされていませんでした多くの人々は選びをエコヒーキと誤って考えし解釈し考えてきましたしかし預言者たちの言説を見ると 神の民も神の審判から逃れてはいないということを教えました。アモスを通して神が私は地上のすべての部族の中からあなた方を選び出したと言及したとき、イスラエルの民は確信を持ってそれゆえあなた方を守るだろうと言われることを期待しました。しかし神がそれゆえ 私はあなた方全ての戸川をあなた方に報いるという言葉で結ばれた時雷に打たれたように仰天しました。繰り返し繰り返し時代が過ぎる中で預言者たちは全体としてのイスラエルの中に信仰に欠けた民と民の中に存在する信仰のある残されたものとの区別を描き続けました。 旧約聖書時代最後の預言者バプテスマのヨハネはこの創意への積極的な類似を教えました。真のイスラエルではないイスラエル人たちが存在するだけでなくイスラエル人ではないにもかかわらず真のイスラエルに属している人々がいるということでした。 バフテスマのヨハネは彼のもとに来た人々に言いました。それなら、それで、悔い改ためにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだ、などと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神は、こんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。神は石ころからアブラハムの子孫を起こされることはありませんでしたが、 違法人からアブラハムの子孫を起こされました。イエスはあなた方に言いますがたくさんの人が東からも西からも来て天の御国でアブラハムイサクヤコブと一緒に食卓に着きますしかし三国の子らは外の暗闇に放り出されそこで泣いて歯ぎしりするのです」と語ることによって「 彼と同時代の人々を唖然とさせられましたしかしながらこの驚くべき展開の全面的な啓示を与えられたのは違法人伝道を委託された使徒パウロに対してでありましたパウロはローマ書で外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではなく外見上の体の活霊が 滑なのではありませんかえって、人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく、見たまによる心の滑稽こそ滑稽です。その誉れは人からではなく、神から来るものですと書き記しました。同様に、イスラエルから出る者が皆イスラエルなのではなく、 神の御霊によって礼拝し、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みとしない私たちの方こそ滑稽のものなのですと書き記しました。シトペテロも同じ内容のことを断言しています。ペテロは神から与えられた驚くべき大胆さを持って、出エジプト19章4節から6節を取り上げています。 それらは旧約のイスラエル民族に適用されているものなのですが、ペテロはその箇所をクリスチャンの共同体に再適用しています。ペテロはクリスチャンの共同体を聖なる祭祀、選ばれた種族、王である祭祀、聖なる国民、神の所有とされ,るされた民と呼びました。そうであるならば、 矛盾しているように思われるかもしれませんが今日真のユダヤ人とはクリスチャンであり真の割礼とは神聖と呼ばれる改心なのですイエスをメシアとして認める違法人の信徒の方がイエスをメシアとして認めないイスラエルの人々よりも真にイスラエルの民であるということです どのようにしてこの貴族を正当化できたのでしょうか。ただ私たちがキリストのうちにあることによってのみです。神はアブラハムの子孫を通して諸民族を祝福されると約束されました。そしてその子孫とはキリストです。二つの福音書の系図は人間イエスの家系をアブラハムまで遡っています。それゆえ 約束の祝福はキリストにある全ての人々に与えられるのです。そしてキリストにあることの方法は誕生によるのではなく、再生によります。家計による血縁的なものではなく、信仰による霊的なものです。割礼を受けているかどうかではなく、つまりユダヤ人であるか違法人であるかが問題なのではなく、 アブラハムは信じるすてののの人々の父なのですさらにもしあなた方がキリストのものであるならばそれによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのですと記されています。これはイエスを信じる私たちが旧約聖書を私たちの聖書として読み旧約聖書の詩編を 私たちの礼拝を表現するものとして歌い、旧約聖書の約束を私たちに適用すべきものとして要求する理由です。というのは、神の約束はことごとく、この方、キリストにおいてしかりとなったのであり、私たちはキリストにあるからです。でここまで私たちは、 石日のイスラエルはヤコブの子孫を意味する血縁による子孫の名称であり第二に今日のイスラエルはヤコブの子孫であるかどうかは関係なくイエスを信じる人々を意味する霊的な子孫の名称であることに注目してきましたそしてこのことは第三のポイントに導くことになります 第三にイスラエルの未来について見てまいりましょう。イスラエルは旧約においてヤコブの子孫を意味し、新約においてはイエスを信じる人を意味します。では、神は外形上のイスラエルの民のため特別な未来を持っておられないと結論すべきなんでしょうか。ローマ書で第一にパウロは この私もイスラエル人でありますと書いています。それゆえ、神が彼の民を退けられてしまったのではないということは明白です。逆に、信仰深い残されたものが存在しました。彼らはヤコブの子孫であり、イスラ、イエスを信じる人でありました。私たちは新約聖書において、パウロに加え、彼らのうちの多くに出会います。 というのは最初のクリスチャンのほとんどはユダヤ人であったからです。そして今日も多くのヘブル人のクリスチャンたちが存在しています。それでイエスを信じていないヤコブの子孫たるユダヤ人たちはどうなのでしょうかこの問題はパウロの第二の問いを促します。第二に彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか それに対することは再び全くそのようなことはない。絶対にそのようなことはないということです。というのは彼らのキリストに対する拒絶は最終的なものではないゆえに、神の彼らの拒絶もまた最終的なものではないということです。このことを描写するために、パウロは今、栽培主、 すなわちユダヤ人の人々を示す栽培種と違法人の諸民族を示す野生種という2種類のオリーブの木の偶意をローマ1章11章においいてて展開しています。その17節によれば栽培種の枝の1本かはおられたイエスを信じないユダヤ人たちですねそして彼らに代えて野生種のオリーブから切り取られた枝が継ぎ木された。 イエスを信じる違法人、こういう描写をしています。しかしある日折られた栽培種のオリーブの枝は再び接ぎ木される。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ元の性質に反して栽培されたオリーブの木に継がれたのがあればこれらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代議に継がれるはずです。 その奥義とはイスラエル人の一部がかたくなになったのは違法人の完成になる時まででありこうしてイスラエルは皆救われるということです言い換えればイスラエルの民がかたくなになっているのは一時的なものでありパウロが後で語っているようにユダヤ人の人々のキリストに対する広範な改心が正規するということです では、約束日についてはどうなのでしょうイスラエルの国家の回復は予言の成就なのでしょうかある人々はそのように考えています。特にディスペンセーション主義者と呼ばれる人々はそうです。彼らの主張は、第一に、予言者はイスラエルその土地に帰ってくると約束した。第二に、それらはその教会の輪郭を描き出している。 第三に、それらの約束は一度に文字通り成就しなかったから、それらはまだ未来において成就されるということです。しかしながら他のクリスチャンたちはこの見方を支持していません。その理由について、旧約聖書の約束についての三つの聖書的な議論に集中しましょう。第一に、 ユダヤ人の土地への帰還についての旧約聖書の約束は彼らが主イエスのもとに立ち返るという約束において同時に正規しているものです世俗的なイスラエル国家の回復がそれらの予言の成就であると見るのは極めて困難なのです第二に土地についての旧約聖書の約束は 新約聖書において繰り返されている箇所はどこにも見いだすことはできません。ローマ人への手紙11章の予言は多くのユダヤ人がキリストのもとに立ち返るということであり土地への帰還については何も言及されていません。第3に使徒によれば旧約聖書の約束は キリストとキリストの新しい普遍的共同体において成就されています。新約聖書の記者は、子孫の約束と土地の約束の両方ともキリストに適応しています。ユダヤ人民族主義への回帰は、新約聖書の視点に矛盾するものなのです。 さて終わりに私たちはイスラエルに関して聖書的な視点を外観ししてきましたそれは過去においては「選民」を意味し現在においてはイエスを信じる人々の普遍的な交わり体を意味し未来においては最終的に「主イエス」のもとに立ち返る多くのユダヤ人をも包摂する形での拡張された共同体を意味しています。 神の宣教の目的はまだ完遂していません。その大いなる憐れみのゆえにイエスに対する信仰はまだ大いなる未来を有しているのです。神の憐れみは最終的に圧倒的な勝利を収めます。ユダヤ人の完成と違法人の完成はまだもたらされていないのです。しかし神は全ての神の民全員の上に 神の憐れみをもって遂行しておられます。その時には、私たちは私たち自身がわずかな残りのものではなく、神によって贖がなわれ、すべての民族から集められた膨大な数、実際に数えきれないほどの大群衆の一部であることを見て目覚めます。その時にのみ、アブラハムの子孫は空の星の数のようになり、 世界の海辺の砂のように数えきれないものとなるというアブラハムに対すす。るる神のの約束が成就されるのです私たちはイエス・キリストを信じる「新約の光」のもとに生きる信仰者としてこのようなイスラエルの過去現在未来についてのバランスの取れた見方をもって旧約聖書また詩篇に傾聴するものとして歩んでまいりましょう。 このような視点で読みますとき、今朝の主が見たを元通りにされるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエル喜べという言葉は、神様はイスラエル民族含む地のすべての民族が主の元に立ち返ること、すなわちイエス・キリストを信じて救われるとき、ユダヤ人クリスチャンも違法人クリスチャンも共に霊的ヤコブまた霊的イスラエルとして 一緒に喜ぶものとされるということなのですではお祈りしましょう